店長も観測できない次元の亀裂か。どうも引っかかるな。準備。この前みたいに楽勝じゃない？お前さんはすぐ調子に乗るな。しかし店長、確かに異常が見当たらないぞ。観測値の間違いという可能性はなきにしもあらず。よし、出発。次の敵が来るぞ。やっちゃった。はぁ、食いしばれ。こんなもんか。せやせや。ちょっと、やっ、災いの数は安全な範囲だ。ご苦労。次の敵が来るぞ。どうだ。よっ、たらだ。よっと、邪魔だ。ふっ、とりゃ。よっ、はぁ、食いしばれ。せや。ふっ、とりゃ。よりゃ。よろしく。よっ、はぁ、食いしばれ。Yeah.
発揮壁が閉じてるんだ。先に進めんな。イボ、この近くに壁を開けられる鍵のようなものがある。屋上に行って探してみてくれないか。店長の発揮壁システム、やはり不便だな。え、これ店長が作ったんだ。なら直接開けてもらえばいいんじゃ。そうしたいのは山々だが、すごく昔に作ってからろくにメンテもしていないらしいから、開けようとしても無理なんだろう。無理じゃないさ。ただメンテは時間がかかるんだ。だから発揮器を使った方が今は早いのさ。近くに。やっ、とりゃわざわいてるかな。俺に任せろ。レオ、待った。この壁は様子がおかしい。あんたじゃ破れないよ。本当か。参ったな。回り道をするしかないな。幸いここを通らなくても別の道があるな。私もこの壁を壊す方法がないかもう少し調べてみるから。やっ、こんなもんか。テラッ、どけー。
悪くないぞ。やっ、ちょっと。おお、なかなかやるな。やろ。はあ、食いしばれ。こんなもん。災いの数は安全な範囲だ。ご苦労。あった。これだよね。ああ、この光が白血鏡だ。だがなんでこんな場所に。もう少し別の場所に置いてた気がするんだが。これでよし。さっきの場所に戻ろう。この白血鏡で白血壁が開くはずだ。おお、無駄足じゃなくてよかった。やっ、とりゃ。白血鏡こんな適当に置いてて問題ないのかな。まあ万が一のために家の鍵を植木鉢の下に隠してるようなものと思えば。しまった、間に合わない。あ、壊された。被害の拡大を防ぐんだ。早くこの先の敵を倒そう。でかい奴が現れたぞ。油断するな。お願い。やっ、はあ、食いしばれ。いでよ。はあ、食いしばれ。こんなもんか。てら倒れろ。よろしく。はあ、食いしばれ。こんなもんか。やっ、とりゃ。このデカ物は強い。かなり手強いよ。俺が元の姿に戻ることさえできれば。困っているようだね。店長、黙って見てないで助けてください。慌てるんじゃないよ。そのペンダントはとても便利なものと言ったはずだよ。そのペンダントには災いからエネルギーを吸収し蓄えることができるんだ。どう言っても今はゆっくりエネルギーに蓄える暇もないようだね。仕方ない。少し待っておくれ。店長、早く早く。せかすんじゃないよ。この作業は慎重さが必要なんだからね。今なら100、いや 120% の力を出せる。この服一体何なの。こんな失礼だね。この私が心を込めて開発した一丁矢だ。攻撃力と防御力が飛躍的。そんな問題じゃないよ。そんな恥ずかしい服生まれて初めてだよ。恥ずかしいとはなんだい。あたしのこの流行の先端を行くデザインはあんたには分からないのかい。店長、一体何を参考にデザインしたんだ。どこがおかしいって言うんだい。あんたには分からないだろうね。はい、分かりました。でもこの服なんとかならないかな。
今なら100、いや 120% 力を出せる。フルパワー。ノイ、体の状態に気をつけるんだ。どうだ、よっと、フルヤッ、やっ、ケロ、邪魔だ。やっと片付いた。まさか災いが龍脈石を探し当てるとは。災いに壊されたあれが龍脈石なの？ああ、以前お前さんに渡した欠片の元だ。次元の安定にも大きく関係している。一つ壊されるたびに次元の亀裂の発生確率が高まるのさ。そこで話してても仕方ないよ。今のところ何も異常はないようだから、とりあえず戻ってきな。リーオおじさんの言い方だと、龍脈石は一つだけじゃないってこと？そうだな。友禅町内で言えば数は少なくはない。ただ災いが攻撃するなんてことは稀なんだが、嫌な予感がする。万が一だ。店長の言う通り、まずは店に戻ろう。僕の見立て。最後の一服。店長、さっきの様子を見ただろう。災いが自ら龍脈石を攻撃してるようだが。見たけどね。災いが意味不明な行動するのは今回が初めてじゃないだろ。おいおい、一つ壊されたってのにのんきなもんだ。俺は嫌な予感しかしないんだが。また野生の感慨？科学的精神持たないか。科学、ただの勘じゃないさ。何やら尋常じゃない力が集まってる気がしてな。その筋肉バカ発言も飽きたよ。店長、どうしたんですか？ん？何か気になるのか？ああ、いやいや、数値の見間違いさ。私の方でもう少し調べておくよ。あんたらも疲れたろ？早く休みな。ユマも朝から寝不足って言ってたじゃないか。あ、それじゃあお先に帰りますね。リーオおじさんと店長も早く休んでくださいね。